何人かいるけど、まあそのあたりがちょっと主力級じゃない。<music> 女子100メートル、福島さんの次に日本引っ張っていく人、誰になりますかね。まあ今だったら、君島さん。あの子は、じゃもうきっちりトレーニングしたら、本当に10秒台近くまで行くんだろうなっていう感じもするね。あと、小玉芽衣ちゃん。小玉芽衣ちゃんは、 怪我さえなければすごい伸びるんだろうまだまだタイム伸びそうな走りをしてるなっていう。あと一番ポテンシャル高そうだなと思うのは青山花恵ちゃん。彼女はまだこう技術的に100%じゃないけどやっぱりちょっと非凡なうーん才能を持ってるなっていうのがすごく。足とかあと動き見てたら本当にフィジカルをしっかりと鍛えて。 でうん、体が仕上がったらほんと10秒台出そうな感じはあるよね。あと誰だろうパワーとか、一番こう体の仕上がりがいいなと思うのはあの、青木ますさんね。ハードルもやってる子。あの子はパ,パワーとかは多分女子ナンバーワンなんじゃないかなと思うけど、ま,あ、まだまだ教科出そうなのは、息、愛子。まあ何人かいるけど、まあそのあたりがちょっと主力級じゃない。本番で緊張しないコツを教えてほしいですと。 試合本番で緊張してなかったら勝てるわけないでしょ。俺は緊張しないで勝った試合なんか一つもないですよ。勝った試合全部緊張してますから。それと同じぐらい練習でタイムトライアルとか実技やるとき同じぐらい緊張してますから。その中で実力伸ばしていってるんで。緊張しない試合なんて一つもないですよ。緊張はほら、自己ベストが出る合図だから。来たぞと。緊張したら来たぞと。 それで俺は今、爆発的に緊張してて、ドキドキって、ゾワゾワずワってなってきたら、しゃ、今回の試合もいい準備できて、最高の状態で、プルプル震えるぐらい鍛えてこれたんだなと思って、それで毎回自己ベスト出しますから、緊張できないやつはだめだな、人によるけどな、緊張でプルっちゃうやつは、緊張がマイナスだと思い込んでるんだな。